みんながあんたを待ってるわ。私はあんたを見守り続けるから。これで会うのは最後だけど、さよならなんかじゃないわ。人生から太陽が消えたからといって泣いてしまえば、その涙で星が見えなくなってしまう。どう？いい言葉でしょ？タゴールの詩よ。ある夜に私は記憶をすべて燃やし、それから私の夢は綺麗に見えるようになった。ある朝に私は過去をすべて捨て、それから私の足取りは軽くなった。これもタゴールの言葉よ。気に入ったのなら今度読んでみて。どうしたの、キアナ？まだ私の話が聞きたいの？立ち止まるのは良くないわ。ちゃんと言うことを聞いて、学園長を困らせちゃダメよ。ま、あんたたちはもういたずらをするような年じゃないか。セーフレイヤでの日々はまるで昨日の出来事のよう。あ、私にとっては確かに昨日の出来事ではあるわね。あの赤のドレス、まだ一度も着ていないのに残念だわ。今のあんたたちはもう授業を受けなくてもいいのよね。これからは学園長を手伝ってあげなさいね。知ってる？学園長はたまに口が悪いけど、ちゃんとあんたたちのことを思ってるから。メイのことなら心配いらないわ、キアナ。あんたたちは最高のパートナーなんだから。ここで立ち止まってたらメイに追いつけなくなるわよ。私は物語の本じゃないわよ、キアナ。勇敢に進みなさい、キアナ。私の心はずっとあんたと一緒にいるから。これからもあんたたちの成長を見守り続けるわ。また夢の中で会えるかもしれないわね。未来に不安を感じるのは当たり前のことだから、大丈夫よ。自分のやりたいことをやればいいの。忙しくても、ちゃんとご飯は食べなさいよ。ま、あんたの場合、その心配はいらないか。入学したばかりの頃の訓練をまだ覚えてる？キアナ、あの時、全員まとめてかかってこいって。私が挑発したでしょ？そして、誰も私に勝てなかった。でも今なら、私よりずっと強くなってるわよね。これ以上ここにいたら、仲間が心配するわよ。どうしてこんな時に限って、些細なことばかり思い出しちゃうのかしらね。メイの手料理が少し恋しくなってきたわ。私は簡単なものしか作れないから。そういえば、昔負荷が。